田田村村智智子子ささんんの質質疑を行いまますす、はいはい、続けての質問になります、えー、先ほどの質問で、自民党都道府県議会、県議、研修会の参加議員に明日桜を見る会がありますよというアナウンスがあったとっいうことを、あの証言に基づいて紹介をしたんですけど、まあ、こういうアナウンスあればね、例えば招待状、自分持ってないよっていう人は、え、じゃあ、招待状ありますかみたいな話になると思うんですね。で招待状渡したんじゃないのかな で私がなぜそう思うのかというと、実はあの桜を見る会の前夜祭に参加をした方が、ね、明日桜を見る会がありますから、あの前夜祭だけでなく、どうぞこちらにもっていうふうにあの招待状をもらった、こういう証言をやっぱ聞いてるわけなんですよ。そうするとね、内閣府が宛名も印刷をした、そういう招待状とは別に、安倍事務所や自民党にどしゃっとこう何かの、ね、招待状が渡っていたんじゃないのかな。 というふうにも思えるんですけどそういうことはありえないですかありますか大塚大臣官房長 あの委員のご指摘は、おそらくその招待状の実際の枚数と招待者数がずれているといったようなことから、今おっしゃったような話の一つ出てきているのかとも思われますが、もともと招待者数に比べて、確かに宛名の印刷実績、少なおございます。これは言ってみればその経費節減の観点も含めまして、業者が委託せずに、事務方が直接宛名印刷を行うからでもでございまして、今、ご指摘のような、 あの何かその宛名を印刷せずに招待状を,をお出しすることは一切してございません,田村さん今、先にお答えいただいたんで、もう一度ね、じゃあ、招待状のこの発送、これするときには、内閣府は宛名の印刷を民間業者に委託をしています、で請求書には何人分の印刷をしたかが書かれています、今、先走ってお答えいただきましたけれども、これ、過去5年について、その招待者数と宛名の印刷をした人数を示してください。 大塚大臣官房長、あの過去五年というお尋ねでございますので、えー、2015年以降の数字をご紹介をさせていただきます。えー、2015年が招待者数が、えー、若干その、えー、100人対で申しますが、約1万3600人に対しまして、宛名印刷数は、えー、1万3100。 2016年が招待者数約1万3600人に対しまして、当てない冊数は1万3200、2017年が招待者数約1万3900人に対しまして、当てない冊数が1万2800トンで1、2018年が招待者数約1万5900人に対しまして、当てない冊数が1万4487、2019年が えー、招待者数、約1万5400人に対しまして、宛名印刷数が1万2225という以上のような数字でございます田村智子さん。はい、これあの、まあ、招待者のほは概数なんですけれどね、これ、資料でを作りましたんで、見ていただきたいんですけど、2017年はほとんど一致してるんですよ、宛名印刷の数と印刷者のあの、招待者の数っていうのは、それが、えー、っと2018年には1500人。 こう宛名印刷が少なくなっちゃうんですね。招待者の方が多いんですね。2019年になるとそれは3000人を超えるんですよ。これ2019年の招待者の約2割は民間業者に宛名印刷やってないってことになるんですよね。これどどういうことなんですかね。大塚官房長。 あの先ほど申しました、やはりその経費節減という観点も含めますと、できるだけまああの委託してお金をかけずにできるところはやっていこうという考えが基本的にございます。具体的には、例えばその国会議員の方、あるいは各国大使などは、あらかじめその推薦の期限を待たずに、大体その候補者の方がえ特定できるわけでございまして、そういったのは、言ってみれば業者との契約前に。 印刷作業を進めるることでできるわけでございます、まあ、そういったようなことを、まあ、あの以前はあのそういった観点からあの、少しずつ自前でやっていこうという意識も少なかったわけですが、まあ、そういったところに少しずつ自前でできるものをやっていこう、経費節産にもつながると、しかもその準備もその分、早くできるといったような観点から、そうしたことを進めてきているところでございます田村君、田村さん。あのそ外交の、ね、関係の招待者って変わってないんですよ。 でなんかその説明がね、本当によく分かんないんですよ、だってそこの招待者数変わってないのに、何、そこの部分だけ、後から自分たちで印刷するようになったってことなんですか。大大塚大臣官房長 あの説明が不十分で失礼いたしまもともとは、言ってみれば、全体をその印刷の業者に委託してるわけですから、全部委託していいわけなんですが、先ほど申しましたように、ちょっと考えればもう少し早めに準備ができるといったようなものは、それは少しずつ、むしろ自分のところ、引き取って準備をしていくことで、経費節減にもつながり、かつ準備もスピーディーにできるということから、少しずつそういう取り組みを広げてきているところでございます田村さん。 これ、ね、27日の月曜日に説明を求めて、今までその説明、今初めて聞きましたよ。なんかごめんなさい、私にはその説明はね、なんか後付けの説明に思えるんですね。これね、あの総理ね、桜を見る会の問題、本当に長年の慣行じゃなくて、これ見て分かるとおり、7年間でいろんなことが説明がつかないんですよ。宛名の印刷もそうです。それから招待者と参加者数のズレもそうなんですよ。どんどんね、招待者を上回っていくんですよ、参加者数が。 こういうね、ブラックボックスをあなた、本当に招いてるんですよ。ね、行政の側がね、こういう当たり前のことが説明ができなくなっていくで、予算も同じですよ、予算の積算なんていうのは極めて厳密なもののはずなんですね、それが予算が1766万円で、5300万超えるような、そういう支出が認められる、こういうね、ブラックボックスが拡大している、これも、ね、非常に重大だと思いますが、一言いただきます時間です。 じゃあ安倍内閣総基準、はい、があいまいだったことからです、ねえー、このたび中止をし、そして見直しをすることにしたものでございます以上で、田村智子さんの質疑は終了いたしました。